本校では、弥生時代の母性について詳述する。縄文時代は、住居のそばに埋葬することが一般的であり、共同墓地としては、ストーンサークルが知られるが、弥生時代になると、集落の近隣に共同墓地を営むことが一般的となった。また、縄文期には地面に穴を掘り遺体を埋葬する、土工墓が中心だったが、弥生期は、亀管、石管、 木管など埋葬用の棺の仕様が中心となっていく。弥生期の母性は地域ごと時期ごとに墓の形態が大きく異なる点に特徴があった。社会階層の文化に伴い階層による母性の際も生じた。以下のようにも考えることができる。それは弥生時代の母性は大きく3つの段階に分けられる。第1段階は集団母、共同墓地であり、 第2段階は、集団棒の中に不均等が出てくるという段階であり、第3の段階は、集団内の特定の人物あるいは特定なグループの墓地あるいは墓域が区画されるという段階である。その場合、墓域は普通、方形に区画されることが行われる。3つは段階であって、時期ではないので、段階が同時に現れることが起きる。詳細は、亀管派かを参照亀管派かは、 亀、壺を棺ぎとする墓である。弥生時代前期から中期の北部九州で非常に顕著に見られる。亀缶墓は縄文時代から一部に見られていたが、亀缶は小型であり多くは乳幼児の曹操用であったと考えられている。弥生時代前期の北部九州において、成人埋葬用に大型の亀缶が製造され始め、亀缶墓が定着し始める。 この頃は、施積墓の直下に亀冠を埋葬する形態も見られた。弥生時代中期に亀冠墓は、最盛期を迎える。主として、伊東島市付近、福岡市付近、佐賀県神崎郡付近などに分布していた。弥生時代後期から衰退し、末期には、ほとんど見られなくなる。このような変遷は、地域社会の大きな変貌があったと考えられる。弥生時代の亀缶墓の特色は、 成人を埋葬した点、成人埋葬用に大型の亀缶を製造した点にあり、世界的にも朝鮮半島南部に大量に、そして中国の長江中流域の遺跡には若干見られ非常に珍しい母性とされている。亀缶は各時期ごとに共通点を持っており、亀缶を製造する特定の場所があったと想定されている。また、各時期ごとの共通点をもとに、 研究者によって、緻密な変燃体系が構築されている。亀缶は、粘土で作成し、地面に燃料となる藁を厚く敷いた上に置かれ、さらに上に藁を厚く敷き詰め、その上部を粘土で、ドーム状に被って焼かれる。上部のドームは破壊され、内部の亀缶を取り出して使用する。成人用の亀缶を割れないように作るにはある程度の、技術が必要であった。亀缶内部では、 膝を折った形の屈葬が取られることが多かった。屈めた遺体を亀館に密閉することで、死者の魂を閉じ込めようとする思想があったのではないかと考える論者もいる。また、副葬品を伴う亀館と遺体のみの亀館とがあり、社会階層の文化の現れだと推定されている。詳細は、史跡簿を参照日本の史跡簿は、数個の史跡の上に長方形に近い天井石を、 のせる、五番式の墓である。日本では、縄文時代晩期の九州北西地域に出現する。当時、朝鮮半島南西部で、史跡簿が最盛期を迎えており、朝鮮半島からの強い影響があったものと考えられている。主に、松浦半島、前原市付近、糸島半島、島原半島などへ広まった。史跡墓直下の埋葬方式としては、土工墓。 亀幹墓、石幹墓など様々な形態が取られていた。最も古い史跡墓は、唐津市東行きにある早混じり史跡墓で、5基ある。天井石は、長さ2メートル前後の巨石である。その史跡墓から、弥生時代前期の打製石族が一つ出土している。朝鮮半島の影響を考慮すると、史跡墓の被葬者は、半島からの来人であると想定されている。史跡墓は、 弥生時代前期のうちに北部九州から消滅していったが、その周辺の後藤列島や愛媛県などへごく限定的ながらも伝播していった。石棺墓は遺体紙を箱状に組み合わせて棺とする墓である。箱式石棺墓とも言う。石棺墓は弥生時代前期に奇跡墓に伴う形で現れた。石棺墓は北部九州から中国地方西半部まで広がったが、 内陸には見られず、海岸地域に集中していた。弥生中期には、北部九州で亀冠墓が主流となり、石棺墓の分布の中心は、中国地方の瀬戸内沿岸となった。木棺墓は、木製の棺を用いる墓である。北部九州でも当初は木棺を用いた。しかし、前期末以降は、集団墓地が中核となり、独自に生み出された亀冠を用いる。 亀管破壊と変遷していった。近畿地方や伊勢湾沿岸部での主流となった。木管を作るには、製版技術が必要であり、そのためには、金属機の使用が不可欠であることから、弥生時代前期に出現したと考えられている。しかし木材は、途中の保存状態が悪く、その実態は詳しくわかっていない。近畿地方では、弥生前期に、木管を、方形の墳丘で埋め、 周囲に溝を掘る方形集公墓が登場した。遺体埋葬地に土で塚を築く、墳球墓は、弥生時代前期から見られたが、比較的小規模であった。弥生後期になると、墳球の規模が一気に大きくなり、その後の古墳へと繋がっていく。発掘中の方形集公墓、船形木管の痕跡が見える、弥生時代前期中頃に出現し、前期の間に伊勢湾に達した。 その後、中期中頃に、南関東、後期には、北、関東、東北南部へと広がった。近畿地方で、木管埋葬地の周囲を一辺6から25メートルほどの、方形に区画するように幅1から2メートルの溝を掘り、さらに土盛りして、噴起を築く墓が登場した。平坦な丘の頂、き、中石地の備工地などにおいて、集落の近くに営まれることが多く、 これを方形集工募という。平面型に多様さや積列は見られない。トモコンの土器類は地域によって異なるが、一般に壺、高月に木台亀、パチ、その他などが加わる。1964年に大場岩尾が東京都内にあるうつき向かい払いで調査したものに命名したものが学会に報告されたのが書室であるが、それ以前にも、 各地で性格がつかめないまま確認されていた。最近では、方形低粉球母と呼ばれることも多くなっている。また、従来、古墳時代初頭まで続く母性とされた、方形集公母について、近年の土器変年などの研究の進展によって、初期古墳や前期群集墳として捉える考え方が出てきたのに伴って、方形墳と呼ぶ研究者も現れるようになった。 包茎集公墓は特定の個人墓ではなく、複数の被葬者が見られることから、家族の墓だったと考えられる。しかし、着装品の有無や赤色顔料の使用の有無などから、序列化が出来上がっていた。また、いくつもの包茎集公墓が密接して営まれることが多かったようである。溝に埋葬されることもある。弥生中期には、周囲の土を削り出し、山や丘陵を、 尾根の上に作られた、包茎大乗母も現れ、中部地方、関東地方へ伝播した。弥生前期の中部、関東では、一度板を土豪して国家させてから小型の亀や壺に埋葬する再葬が行われていたが、包茎集行母が伝わると、母性の主流となった。包茎集行母は、弥生時代より早い時期に、朝鮮半島に大量に発見されている。墳丘母は、 水筒工作などとともに朝鮮半島南部から伝えられたものと考えられているが北部九州では法茎州工房は極めて少なく近畿地方に発見され始める。その理由は法茎州工房を作る集団が北部九州に定住した後短い時間に近畿地方にすぐ移動したからだと考えられている。福岡県東。 小田本遺跡で、弥生時代前期初頭の例がある。この方形帝墳急墓は、弥生後期に大型化し、前方後円墳に発展する。弥生後期、近畿地方や瀬戸内海沿岸で、それまでより規模の大きい墳急墓が営まれ始める。特に、きび地方では、全長数十メートルに及ぶ墳急墓も現れ、埴輪の素形である大型の壺や機台を伴うようになる。 中でも岡山県倉敷市の建月墳糾墓は直径約45メートル、高さ約5メートルの円球の両側に方形の張り出しを持ち、全長約80メートルもある双方中円墳の形をしている。この地域の代表的な主張の墓と考えられ、その築造年代は3世紀前後に否定されている。なお、兵庫県辰野市伊保川町用久山五号墳も、 突出部を二つ持っている。これらの突出部は、祭壇などではなく、棺を担いだ、埋葬の壮列が通る道だったと考えられる。前方後円墳の成立時には、前方部に変化していった。一方では、山陰にも墳球母の大型化が起こるが、形態は、四隅突出型墳球母と呼ばれる豊墳の角が、突き出したような形態となっている。墳球母全体に春石を敷き詰めたような高度な、 土木技術が用いられたものもある。この形態は北陸地方にも伝播していることから、寒日本海的な勢力に発展しており、日本神話のノベル古代出雲の存在感と通ずる発見がされている。これらの粉球母は、弥生中期以前の粉球母と規模的に一線を画している。そのため、粉球母の故障を弥生後期の大規模なものに限るべきとする意見が、 多数となりつつある。このような噴球母は3世紀中央過ぎに出現する前方公園墳などの古墳へと発展することになる。噴球母にはまだ地域性が見られたが、古墳は全国性一的であり、大きな差異は見られなくなっている。このことは3世紀中盤を活気として、九州から東日本にわたる統一的な政権が確立したことを示唆するという説が主流である。 前方後円墳の成立と変遷、近藤義郎、考古学研究15から1、1968年。ありがとうございます。